まあ、ここ埼玉県なんですけど、東横インに泊まってるんですけどね、東横インも何でもそうですが、埼玉県ってね、なんかあんまりホテルが足りないのか、まあ、今日がね、土曜日だからか分かんないですけど、まあ、結構混んでおりまして、たった一つしか部屋が空いておりませんでした。ツインルーム。でもね、埼玉の他のホテルね、なんかもう1万5千円からとかなんですよ。まあ、で、しかも、ちょっと明日ね、早朝で用事がありますんで、戸田公園、まあ、今別に戸田公園でもいいな、戸田公園に泊まりたいなと思いましてですね、それでこういうふうにこう部屋を取ったんですが、これ、ダブルベッド。そして、こちらに、これもですね、シングルベッドだと思うんですけども、やたら巨大な、ちょっと広すぎません？これ。何これ？スーパーワイド、東横インのね、ツインルームですけども。なんかね、最初はなんかツインルームとダブルルームが空いてたんで、別にベッド2ついらないじゃないですか。ベッド2ついらないからダブルルームでいいと思ってたんですけど、ダブルルーム予約してるうちにね、まごまごして、埋まってしまって、ツインしかなかったら、しょうがない。で、来たらこれです。ここにね、ダブルベッド。あっちにシングルベッド。まあ、これ普通に荷物置きになりますよね。でね、気になることなんですけど、ここにですね、こんなこう扉があるんですよ。で、これ洗面所なんですけど、まあ、風呂とね、トイレ、洗面所とこれってね、結構一緒にありますけど、まあ、どう見てもこれバリアフリーじゃないですか。で、このリモコン操作もね、できるような。東横インのホテルって、トイレって全部規格があるんですけど、これ多分東横インでね、一番いいトイレだと思います。こんなトイレないですよ。もうちょっと、なんかの安そうなトイレが備わってそれ、これ結構いい。あと、薬用ハンドソープ。これも、これ限定なのかな。まあ、ここら辺のやつはね、当然普通の東横インと一緒なんですけど、まあ、でもね、これだけ見ると普通の誰でもトイレって感じなんですが、わかりますかね？ここにこれあって、まあ、ここ玄関じゃないですか。で、ここにこれと、それから、こっち側にもう一個あるわけですね。もうお気づきですが。これをこうガラガラガラ開けますと、これをね、またって言ったらあれですけどね、まあ似たような空間ですね。で、これ多分体の不自由な方とかがね、使いやすいようになってくると思う。まあ、お風呂入りやすいような、こういうものがあってですね。で、それから、シャワーもなんか違うな。これで、パシッとこう止められる。こんなやつありますけどね。初めて本当に来たんで、私も、って感じなんですが。シャンプーとか、東横インのね、標準のやつですけど、これ東横インではもう、ただ一つのあれですよ、多分。てかまあ、普通のこういうビジネスって言ったら珍しい。ここでシャワー浴びてもいいってことでしょ？こっちじゃなくて。これいいですね。ちなみに今回ですが、会員の価格でね、1万円少々ということでしたが、まあ、こんな感じで手数料もついてます。でね、今もちょっとちゃんと改めて確認しようって見てみたんですけど、やっぱ東横インだったんですが、こういう障害者用の客室っていうのは、バリアフリー進行法みたいなやつな、ありますよね。私もちゃんと法律の名前知らないんですけど、そういうやつで、ちゃんと用意しなければいけないことになったんですね。例えば、私がいつも紹介している鉄道車両でも、障害のある方が、まあ、バリアフリーみたいなのに対応するために、例えば、座席の、車内に移るためにこう段差がある車両とかあるんですよ。階段のある車両。で、グリーン車とかどうしようもないやつもあると思うんですけど、でもやっぱね、基本的に誰でもこうフラットな場所とか、なんか例えば車椅子でも行けるような仕組みとか、そういうのを整えなければならないという、そういうね、法律があるんですね。で、私もそんなに詳しくないんですけど、東横インはですね、それを最初準拠して、ちゃんとこういうふうなバリアフリー客室というのを作ってたんですが、ただ実際のところそういうのって、企業に一般の企業に対してはですね、残念ながら儲けを獲得するにはですね、あまり合理的ではないですね。そういうふうな障害者客室ってことはないか、バリアフリー客室って言えばいいのかな、そういうのを作っても、結局そんな方って世の中にそうはたくさんいないわけですよ。だからそうすると年間にごくわずかな回数しか使われないということになるので、もうはっきり言って赤字っていうかね、お金が出てくるだけで、この客室がこういうふうに対応してる客室があることによって、東横インが何かこう利益を得るということは、まあ残念ながら金銭においては少なくともまあ、ないと思われる。まあ、少なくとも、まあ、私はあんまそういうこと分かりませんけど、東横インの社長がですね、そういうふうに言っていたんだそうです。またさらに、こういうものを作っても結局使えないから、倉庫みたいにして使っているのが現実であって、そして、東横インはですね、その時問題になりましたね。こういう部屋を違法に改造したと、まあ、つまり障害者用客室があるように見せかけたんだけど、最初はあったんでしょうけど、でもそれを改造して、まあ、ちょっと違う用途に使ってたということでですね、結構それがテレビで、まあ、東横インって他にもね、前なんか問題あったような気がするんだけど、っていうことだったんですが、まあ、それらはですね、現在ではちゃんと改善されて、このような障害のある方も利用しやすいような作りになっています。で、これはじゃあ、
あれなのかな、私ね、この部屋を改造して、もともと、一つこういうね、壁があるところを二つに分けて、東横インみたいな、こう、なんていうんですか、こういう部屋をね、二つにしたのかなとか思ったんですけど、なんかそうではなさそうだな。これ多分もともと作ったんでしょうね。このホテルはね、2008年ということなんで、違法改造された、この部屋がね、違法改造されている経歴があるのか、ちょっと、見た感じではわからないですが、まあでも、とてもちゃんとしてる感じ。で、しかも、東横インってね、結構ドアの下とかが、あれなんですよ。こう下がね、開いてて、中でね、音声の吹き込みとかやると外に聞こえちゃったりとかするんで、この部屋も、もちろん、私は普段東横に泊まるときと同じように気をつけて生活してはいるんですが、しかしね、これ防音性とかなんか優れてる気がするなっていう。でも、まあ1万円で、こんな広い部屋に泊まれるんだったら、まあいいんじゃないかなという気がします。でですね、私本当にたまたまこの部屋に泊まって、それから勉強したんで、何もわかんないし、なかなかこの部屋泊まる機会ないじゃないですか。で、この部屋が今日残ってた最後の一部屋だったんですけど、やっぱこのホテルの中で一番高いってことなのかな。東横インに泊まる人ってね、高級さを求めてるってことはあんまないと思いますんで、そうするとこの部屋が最後まで残るっていうのもまあ必然かなと思いますけどね。こんな風にですね、東洋経済オンラインの記事を見つけまして、東横イン12年前の失態から遂げた大変身、車椅子利用者が格段に使いやすいホテルにって書いてあります。まあね、あんまり全部が全部こう引用してもですね、しょうがないんで、まあ簡単に言うと、なんか車椅子利用者からも総じて評価の高いホテルがある東横インである、車椅子生活者に優しい本当と疑問を挟んだり意外に思ったりする人はひとつくれるかもしれない。その12年前にあったというね、何年ですか、今2018年ですから、あ、そうか、じゃあ2006年だから、ちょうどこのホテルが作られる少し前ぐらいに違法改造があったんですね。ごめんなさい、私ちょっとね、時系列を勘違いしましょう。結構前のことでしたけど、それで当時のハートビル法に基づく行政によるバリアフリールームの検査の後、届け出は、そう、検査の後に届け出と違う改造を行って問題になったってことなんですが、まあこれでですね、その後で東横インも反省をしまして、まあ、やっぱりイメージ払拭って重要ですからね、今ではこう、まあ、大体 の東横イン、まあ、85% にこんなのがあるそうです。で、こっち のシングルルームに関しては、シングルベッドに関しては、多分、介助者用なのかな。こういうふうにツインの部屋もあれば、一つ、なんだ、シングルの部屋ってのもあるよ。まあ、シングルの部屋でもね、こういうハートフル対応ってのしてるのは、結構、手間がかかるんじゃないかなと思いますけどね、やっぱね。なんか私が今読んでる記事によると、この車椅子利用者用のこの台ですね、車椅子からこう座って、で、こう行って、それで、ここに捕まりながら、こう、入浴できるってことでしょ？まあ実際には浮力に助けられますんで、もうちょっとね、いいと思うんですけど、それでまた、ああ、いい湯だなってやったらば、よいしょっと、こう、難しいですけどね、まあ解除してもらう場合もあるんでしょうけど、足の力をほぼ使わないようにしてやってるんですが、結構疲れるけど、でもこれがあれば、ああいいですね。ここにね、ちょっとこうカーブになってるんですよ。で、このカーブはまあ意図的なものかどうか知りませんが、ここにこうスッとこう乗せてですね、後ろにこう上がることがこうできますんでね、背中に体重を当てながら、これ確かに入りやすい感じだな。へえ。で、これであとはまたこう行って、で最後にね、車椅子にこうよいしょっとこう乗り換えればいいのかなと思います。まあこれはね、あんま数値を上げた事例ではないんですが、まあ、他にもね、タオルをなんか結構車椅子利用者の方って多く使うらしいということなんでね、そのタオルもなんか東横インは大体の場合、その経験者のなんか証言みたいな感じでね、この記事に載ってるんですけど、結構東横インはね、追加のタオルをタダでくれるんだそうです。で、他のケースと他のホテルだと結構ね、タオルは有料になったりとかするんだそうですね。で、それからね、あと身体障害者向けの、駐車スペース、そういうところもね、東横インは割と、優先的に用意してくれて、予約みたいなものがね、ホテルの目の前にそういうのがこう、はい、ここ止めて大丈夫ですよみたいにやってくれたりとかするんだそうです。いや、でもね、これがまた東横インだってのがいいと思うんですよ。東横インって規模が大きいし、いろんなところにあるじゃないですか。私もね、あーみたいな動画でサムネイルの東横インの動画いっぱい見ていただいてますけど、あれ19万ぐらい再生されたかな。いや、それはいいんだ。
それだけマジでどこにでもあるっていうぐらいにどこにでもある東横インの 85% がこんな部屋を用意しててね、あの昔のその不法改造、それはまあ良くないことだったでしょうけど、まあ、むしろそれでね、あの東横インがあのそのイメージ払拭のために頑張ってるわけじゃないですか。それであの結果的にはあの損して得取りじゃないですけども、あの今ではあのいい状態になってるのかなと思いましたけども、いかがでしたでしょうか。まあこんな感じですね。あのどうもありがとうございました。まあ、あとはあのこの広い方のベッドで、快適に寝て、向こうは物置に使うと思います。